皆さん、こんにちは。今回は、えぐられた雪村が出てくるシード地を紹介します。なお、今回はマイクラ PE1.2 のベータ版を使用します。そのため、PE1.2 の正式版では、このシード地から同じワールドが生成されない可能性があります。あしからずご了承ください。それではシード地を入力します。シード地は1、6、7、0、8、5、0、5、3、2。雪原のすぐ隣にスポーンします。後でスポーン地点に戻ってくるので印をつけておきます。例の雪村に行く前に、すぐ近くに村があるので行ってみましょう。雪原の境を進みます。ありました。この村はこれといって特に何もありません。では、一度スポーン地点に戻って、えぐられた雪村に行ってみましょう。スポーン地点のすぐ近くに川が流れてます。この川沿いを、右方向に進みます。えぐられた雪村、PE1.2 というだけで、どんな雪村かわかってしまう方もいるかもしれません。着きました。一見、普通の雪村に見えますね。どこもえぐられていないように見えます。なんと、村の中に渓谷が、そして、街灯が浮いている。これは面白いですね。そうなんです。えぐられた雪村とは、村の中に渓谷ができて、まるでえぐられてしまったかのように見える村なのです。村の中に渓谷ができる場合は、村の建物は破壊されない仕様なんですね。この村、気をつけないと渓谷に落ちてしまい、大変危険です。この境界など、下に長いですね。この井戸は、下の部分が地底まで伸びてませんが、水はどうなっているのでしょうか。下の部分を壊したら水が流れてきました。ちなみに、PE1.2 より前のバージョンだと、まだ渓谷自体がないので、こんな感じにはなりません。いかがでしたでしょうか。えぐられた雪村のシード地を紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。